鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンマ未来ノート。音楽を通じてボランティア活動をしているグループがいました。今回未来への思いを綴るのはホープ&ミュージックの皆さんです。鹿児島市にあるライブハウス、リハーサルの真っ最中です。皆さんがチケットを買ってくださったその中から、児童養護施設に何かこうプレゼントをするという企画ですね。自分たちの音楽で何かできることはないか、そう模索する中で施設の子どもたちの未来に役立つことを始めようとこのコンサートを企画しました。訪れた参加者はおよそ100人。その中には、招待ですね。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。児童養護施設の子どもを招待していました。子どもたちを支援するっていうその目的に賛同した方々が集まってくるのをぜひ子どもたちに見てもらいたい。子どもも、はい、ちょっと連れていきたいなと思ったので、はい、よかったです。素晴らしい取り組みだなと思って今後もぜひ参加させていただきたいなと思いました。楽しんでる姿を子どもが見て、うわ大人になってもいいや、楽しんだ、だから今がどんな状況であろうとこれから楽しみにしててほしいなっていうのが伝わればいいなと思います、はい、ホープ&ミュージックの皆さんが綴る未来への思いは、音楽を通して全ての人たちに生きる希望と夢を届けていくぞ。ああ。